子供たちから大人たちまで多くの人々を魅了する駄菓子やゲーム機。近年、アーケードの雰囲気を家庭に持ち込もうとするブームが起き、数多くのミニアーケード筐体が発売。しかし、それはビデオゲームだけではない。今回は、駄菓子や筐体の雰囲気を家庭に持ち込んだ商品をいくつか紹介してみよう。おそらく、駄菓子屋筐体を家庭に持ち込んだ最初期のモデルが2007年発売のピカデリーサーカス貯金箱である。筐体デザインはオリジナルを可能な限り再現しており、うまくスケールダウンしている。本体は3つのルールの設定が可能なんだが、どれ一つとしてオリジナルの設定は存在しておらず、かけた枚数分払い出しというモードは搭載されていない。あくまでも当時の雰囲気を味わえるというだけである。まあ確かに小さな筐体から30枚も払い出せるなんていうのは無理があるわけで、そこは仕方がないことなのかもしれない。数種類存在した盤面のステッカーが付属しており、貼り替えることでバリエーションを再現可能。サウンドなどももともとチープだったことからほぼ完全再現しているなど、まさに雰囲気を楽しむための貯金箱である。2007年に発売されたこの商品はあっという間に完売、再販されることもなく現在ではプレミア化、オークションなどでもほとんど見かけることがなく、たまに見かけても2万円前後で取引されているようである。定価が3000円程度であることを考えると相当な価値がついているようであるが、さすがにそこまで価格が跳ね上がると出てきてもなかなか買う人はいないようだ。ちなみにバリエーションで国取り合戦貯金箱も同時に発表されていたのだが、どうやらこちらは発売されなかったらしく、幻の商品となってしまった。まあピカデリーサーカス以上にゲームシステムが複雑であるため、これを3000円程度のおもちゃで再現するのは難しかったのだろう。さて、このピカデリーサーカス貯金箱登場以降、駄菓子屋ゲームを再現した貯金箱がいくつか登場している。2010年、ピカデリーサーカス貯金箱の流れに乗らんとばかりに、バンダイが駄菓子屋ゲーム貯金箱の商品名で新幹線ゲームを発売。ピカデリーサーカス貯金箱が電池仕様だったのに対し、こちらは電池を使わない完全メカ制御で登場。こちらもオリジナルに比べスケールダウンしており、段数が減らされている。だが、もともと恐ろしく単純なゲームシステムだったこともあり、ゲーム性は完全再現。ゴールするとちゃんと当たり券が配出されるところまで再現されている。段数が少なくなっており、難易度も下がったように思えるが、穴の位置がしっかり調整されており、地味にオリジナルより難易度が高くなっていたりする。スケールダウンしたとはいえ、ピカデリーサーカス貯金箱などに比べると30センチ超えのなかなかの大きさであり、家によっては相当邪魔な大きさかもしれない。オールプラスチックだが、ピ
カデリー同様盤面も2種類入ったり、オリジナルに忠実なカラーリングだったりと、なかなか雰囲気は良い。こちらも発売と同時に完売し、プレミア化。2万円前後で取引されている。どうもこの手の復刻シリーズは価値がつきやすいようだ。クレーンゲーム、厳密には駄菓子屋と言って良いのかわからないが、昔からチャンドラーやメリークレーンなどのような小型のクレーンゲームが駄菓子屋などに並んでいたことがあったため、今回は紹介していく。かなり小型なクレーンゲームであり、クレーンの調整などはできない完全なおもちゃである。奥行き26センチ、横19センチ、高さ34センチであり、フィールドは小さいが、ラムネなどの駄菓子型を入れておくとなかなか雰囲気が出る。ルールもいかにも駄菓子向けのクレーンゲームっぽく、60秒間という時間制であり、コインを入れると内蔵のスピーカーからフルパワーで忙しい曲が鳴り響く。音声調整などがついていないため、近所迷惑なことを受け合いである。これに関してはゲーグラスタッフも所有しており、事前にその情報を手にしていたため、開封と同時に分解、スピーカーの線をぶった切っている。最大の欠点は、このオフにするどころか音量調整すらできない BGM である。あとさすがにおもちゃらしく、安いパーツを使っているらしく、モーターの作動音がびっくりするほど大きく、前後左右はマシだが、クレーンを上下させた時など作動音が異常にノイジーで耳におよろしくない。それ以外のところは実によくできており、クレーンゲームの雰囲気を十分に楽しめるものになっているだろう。どうも OEM でいろんなメーカーから発売されており、色を変えただけとか、ステッカーが違うものになっているだけとかいう類似品が存在。そこまで作られるほど割と売れているのだと思う。価格も3000円程度で手軽である。とにかく音だけが問題であり、分解できる人か大音量でも問題ない家に住んでいる人にしか勧められない。駄菓子屋系商品としてはよくわからないノーブランドの大量生産品だけあって、プレミアがつくことはない。いつでも手軽に楽しめる商品だ。じゃんけんマンジャックポット、もともと2020年にカプセルトイ向けに発売された商品で、今回グレードアップして発売される。カプセルトイ版のじゃんけんマンジャックポットの下側にコインシューターが再現された土台が追加されており、カプセルトイ版の 60mm に対し 165mm にサイズアップされた。さらにカプセルトイ版は単にサウンドを楽しむだけだったものだったが、こちらはゲーム性も再現。ちゃんとじゃんけん勝負ができる上にルーレットも回るようになっている。専用のコインが付属しており、そちらを投入して遊ぶことが可能。ただしルーレットは本当に回るだけで、その枚数が出るわけではない。これまでの駄菓子屋復刻系商品の流れを見ていると、おそらくこれもプレミア化するのではないだろうか。当初2021年8月発売の予定だったが、12月に延期されており、期待の新作である。価格は5500円、微妙な価格設定であるが、おそらく即完売するのであろう。今後もこういった懐かし系の駄菓子屋ゲームが登場してくるかもしれない。昨今のレトロゲームブームはエレメカにまで飛び火しているのである。